野田国芳君はい、えー、立憲民主党の野田でございます、えー、私が最後になりますのでどうぞよろしくお願いいたしますで、少しですね、あの趣旨を書いて、えー、質問させていただきたいと思いますがあー山中先生の人となりをですね、少しお聞きしたいと思いますけれども愛読書なり、材料の名なりですねそしてまたこの原子力の方にどういう志を持って入られたのかそのあたりのところをお聞きできませんでしょうか 山中参考人まずあの、原子力を志したあ理由についてあの、少し述べさせていただきたいと思います。あの私あの、世の中に役に立ちたいという、そういう思いと、もう一つは、何かものを作りたいというあの、そういう気持ちがございました。で役に立ちたいいいこれはお医者さんがいいかな 何かものを作りたいというとあの建築家がいいかなデザインも好きなのでであの実は受験をするちょうど1年ほど前に、えー、京都大学の原子炉実験所で、えー、原子炉を使って脳腫瘍の治療,治療をするという。う ドキュメント番組を見まして、ああ、僕がやらないといけないのは、こういう仕事だな、あの原子炉を作って安全に動かして、人を助ける仕事がしたいという、そういう思いで大阪大学の原子力工学科を受験いたしまして、幸い合格をいたしまして、それ以来、学生の時代も含めますと、 40年近く原子力に携わってきた次第でございます。原子力に対するあのまず出発点というのはそういうところにございます。で、私の好きな言葉というのは、変化を恐れないというのが私の好きな言葉でございます。あの大学におきましても、 原子力というのは非常に厳しい状況に、事故が起こるたびにあの置かれてまいりました。あの職員になってからはあの、原子力をいかに教育、研究していくかということに苦慮しながら、えー、自分自身の専門性、あるいは研究の進め方についても変えることを恐れずに、えー、進んできたつもりでございます。 芯は原子力なんだけど変化を恐れずいろんなことにチャレンジをしてきたつもりでございます好きな言葉は変化を恐れないというところでございますお答えになりましたでしょうかはい。野田国吉君はい。ありがとうございますそれからですねあの再三述べられておりますけれどもまあ、委員長になられたら まあ、しっかり透明性、あるいは独立性を持って、えー、臨みますということでございますけれども、ここがですね、一番基本的に難しいところでもあると思うんです。当然、政府があり、独立機関と言われても、どうしてもやはりですね、で片方では審査が遅いじゃないか、あるいは片方から言えば、ね、もっともっと、 安全の確保をしろというような声が聞こえてくるかと思います。ですから、このあたりのです、ね、どういう信念で望まれるのか、意気込みをです、ね、もう一度お願いしたいと思います山中参考人。やはり11年前の東京電力福島第一原子力発電所の事故というものが。 極めて私に対して強い思いを抱かせることになりました。あ大変な原子力規制委員会、委員というのは大変な仕事であるということは重々承知しておりましたけれども、えー、拝命いたしまして、委員に就任しましてからはあ、二度とあのような事故を起こしてはならないということで、新規制基準適合性の審査ですとか、 あるいは原子力施設を安全に運用するための新しい検査の運用に取り組んでまいりました、それが私の規制委員としての思いであり、あるいはその大変な仕事をお引き受けした動機でございます村、はい、国義君。 何人の議員も聞いておられますけど、本当にあの私もですね、今日のザポリージャ原発ですか、本当に驚きました、しかしながら、このことが可能性はあるのではないかということで、このウクライナが。 ずっと攻められる中、ロシアから攻められる中で、チェルノブイリーをはじめですね、この原発をどう扱うかというようなことが、おそらく世界が注目をしておったということも事実だと思います。しかし、今日このことが起きてしまったということでありますけれども、で先ほどから何人かの議員が聞かれましたように、えー、この おいわゆるテロ的な部分は、おそらく安全委員会としてもいろいろ検討されたと思いますけれども、この有事、その戦争ということについてです、ねえー、検討されたことはあるのか、ないのか、お答えられる範囲でお願いしたいと思います山中参考人、えー。対テロリズムに対しては、 新規制基準適合性審査の中で、先ほどお話をさせていただいた、管方設備でございますとか、特定重大事故等対象施設、これを規制要求をさせていただいているところでございます。また、国際的な基準に基づいて策定したサイバーテロに対する対応も、規制の中で求めているところでございます。 ただし、国際的にも原子力発電所のような商業路に対して、軍事攻撃を規制の中に求めるということはしておりません、原子力規制委員会も、新規制基準の中で、武力攻撃に対する規制要求はしていないというところでございます。野田邦義君。はいありがとうございました。 それからですね、えー、デブリですね、えー、福島第一原発、これがずっと伸び伸びになっているのが現状だと思いますけれども、本当にこれ、難しいと思うんですね、180トンぐらい、ね、取り出さなくちゃいけないということでございますけれども、これ、本当にできるのか、もう本当、目の前の話なんですけれども、なかなかこれがずっと。 延期になってきているということでございますが、お答えいただければありがたいと思います山中参考人、えー。原子力規制委員会では、先ほども少しお話をさせていただきましたけれども、えー、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉、えー、プ,プロセスの、えー、リスク分析を行いまして、リスクに応じたマップを作成しております。えー、やはりあの現状で 最もリスクが高く作業を安全に進めていただきたいというのが、液状の放射性廃棄物の処理、また、廃炉作業に伴って出てくる大量の固形の放射性物質の管理、このあたりがやはりリスクが極めて高くて。 作業を効率的に進めていただきたいところで、この点については、十分実施計画などを提案していただいて、監視をさせていただいているところです、えー。先生ご指摘のそのデブリでございますけれども、少なくとも今のところその、核の容器内にある程度安定した形で存在しておりますので、 えー、まず取り出しの方策を、えー、きっちり検討していただいて、えー、本格的な作業に向けて、いろいろ準備をしていただくという段階にあろうかなと、えー、デブリそのものは、えー、建屋外のさまざまな固形の廃棄物ですとか、あ建屋内外の,その液状の放射性物質に比べますと、 まだ安定なな状態が保てているかなと、まあ将来的にはできるだけその効率的に迅速に取り出したいところでございますけども現在やらなければならないことっていうのを原子力規制委員会が分析したところではまずはその取り出し方法の検討ですとかそういったところをきっちりしっかりやっていただくというところがリスクの 提言に向けて大事なところかなというふうに考えております野田国芸君はいありがとうございました国民の安心安全のために頑張ってくださいこれにて原子力規制委員会委員長候補者に対する質疑を終了いたします山中参考人に一言ご挨拶を申し上げます本日はご多忙の中ご意見をお述べいただき誠にありがとうございました 委員会を代表してお礼を申し上げます暫時休憩いたします